行きますか。気づいたらこんなことになってたんですけど、グレートチャクラ11、相馬26、宝探しすげえ、生玉8とか見たことねえわ。とりあえずまあこれでカイラースは全然買えるだろうし、あと貫通持ちのギリメからも確か20万ぐらいしたんで、一応で大丈夫かな。やっとだな。浅草来るたびにこれ出てなんかだるかったんだよな。こういう時ぐらい見るか。あれ手が飛ばすんだっけ、これ一緒。一緒かな。いた、ここであれか、選択肢か。まあこれかな。結び。邪魔もん。3回目、あったっけ、あったっけって感じ。スペクター出てきたっけ。スペクター出てくんだったら、どうしよう、ラクンダ持ってるやつが、ラクンダ持ってるな。クイーンでも大丈夫かな。こいつでもあれ、魔法全般に強いかな。またあれかな。いや、まあ、いや一応やってみるか。これで D を出すべきかどうか。出すとっか、安定だし。ケツどうなんだっけ。こいつ物理に強い。絶対レードドルミナ、なかなかあれですね。まあ、これでやってみましょう。あいつ物理なんだよな。てか、でも今、こんなんだからな。やってもやんなくてもって感じなんだよな。ガイアとか。村雲か。体力600か。なんか。ほら来た。こいつだけだっけ？分かったんだ。スペクト。とりあえず。あ、スポッカーじゃと楽んだ。よっしゃ、デコにしてくるか。殺すだけ、それだけ、それだけ。うわっ、自爆してくんだっけ。とりあえずところだな。体力多いやつがあるか。デスバウンド、よし、回して、もう一回
終わり。仕事ライブはね終わりだったらしい。デスバンドやっぱ強えな。あ、ありがとうございます。これで本当に終わり？何もなかったな。どうしよっか。あ、そうだ、くしみ玉買ったんすよね、そういえば。なんというか、このタイプのくしみ玉が出てて、うわ、これは、ちょっと買わずにはいられないと。なんかと合体させる。みんなでも、スキルが。ケツか。ケツにじゃあ使うか。カルナは1個。うん？クラマテング、こいつ最後のスキルちょっと気になるんだよな。回ったままどうしようかな。デスカウンター欲しい。イオマンテ、イオマンテ好きなんで。なんもなかった。あー、そっか、ここに出んのか。5000箱ん？かクイーン、おお、この子できる。相馬何個持ってんの？27、やばい。相馬27、余ったらボス戦で使おう。高級鳥ですね。ん？こっちじゃない？風魔、風魔してたな、そういうの。ダリっつって。あっち側が気になるんだが。パワー、バイブカファ。おぉ。これはこれは。デスバが。あ、やばい。ああ、そうか、デスバンドいいっすね、やっぱ気持ちいいわ。デスバ持ってたからあれなんだろうな。あいつは確か魔法効かねえんだよな。ちょっとだけ覚えてる。あんまりでも印象なかった。あれいたっけって感じ。スパルナザコで出るんだ。出る、150だもんな。ヒートウェーブが同行っていう話じゃねえやな。マジかよ。ダリーダリー、オブウェイ。落ちねえ。鳥死んだ。ダリーンだが、別に あホルスでよかったか。あまり逃げんのかよ。いや、ここ出たけど俺どこ行けばいいの？暗号の真実、別になんか運なくてももう金に困んなくなってるような気がする。なんていうことでしょう。ストも張るか。ダリーどこかわからんぞ。こっちは
けないよ。そこじゃ、え？早い早い。これ、あ、これそっか、そのまま入ればいいのか。神殿の回路。結びね。こっちがセーブ。素晴らしいね。とりあえず合体させちゃいますか。サクサ。さらば肘利よ。充電回復しとこう。いいのがつくといいっすけど、まあこれででも全書に登録されたから。はあ、衝撃無効となんだっけ、氷結衝撃に無効が2個あるってやばいよな。つくかじゃでかじゃ、アナライズ以外がついてくる。いやでもアナライズってつくもんな、そういうもんだからな。アマラ神殿行ったらあれか、三船城行って東京議事堂で、その辺で確かトランペッターとやれるんだっけ。まだまだ長えな。あれもあるしな、トランペッターやったら第4階層行ってこれはもう大掃除しか作れないし。テテ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 氷結の子はもともと待ってんのか。いいえ。あれ？やべ。いいえで。入った。オッケー。アナライズだぜ。うっす。この御霊はね、ピクシー使えるときにかなり役に立つんで、いきますか。第5階層ってそっか、そのまんまいけるんだっけ。だって第3クリアして、あとトランペッターのメノラで4つだから、だから第5はそのまんまいけんのか。アマラ神殿、ここ好きなんですよね。俺いつも真ん中から、どうやって行ってたっけ。山中の一国の神、山中のって言うとなんかあれだな、お前どこ中だよみたいな。楽でいい。曲がったまま、あとサタンとグンダリとアダマだったっけ、あのアルビアンと忘れてくるやつで、カイラース。買うのはカイラースだけっすね。で全部やっとまさかですと。よく見るとあれ下の方にまとまるようになってるんですよね。
ダリダリ振りすぎじゃね、普通のアタックで。はい、どう思いますか、好き嫌い好き、うん、はんあはん、テトラ化ができません。うーすまん、こっちね、マハラギ、まあこんなもんだよな、マハラギだもん、これでいくべ、違います、うん、東京中でもここだっけ、いつもと違うルートで行きてえな。ゴグマゴグがダリことを思い出した、あいつ確か火が弱点なんだよね、で物理通らねえ、あいつめんどくせえな、よく考えたら。ゴグマゴグは確かアルビオンのところに出てくるんだよね、あいつしかも仲間にできなかった気がする、厄介ですね。なんか大僧侶とか出そっかな、あいつあれじゃね、アイスアイスっつうか絶対レード効かなくねえか、あいつ眠そうに暗いかね、あ、なんだっけな、そっか、あいつスカー派じゃなくて、あいつか、あの空気読めみたいなやつ、スカリーか、スカリーが確かダリーンだよ、なんとこれさ、本当によくあるんだけどさ、クローズ直せるやつがクローズになるときってだるいよな、だからクローズ D は買っといた方が、もうちょっと増やした方がいいな、せっかく金あるんだから、うん、で幸せチケットいっぱいもらおう、で開けられない扉を開けられるようにしようと、いつもここかな、俺多分真ん中から行ってたんじゃないかな、いつも、ダリーダリー、でも100減る、お、さらに、なんだその声は、逆、普通逆だよ、仲間になるっつって、ではこれはあげましょうみたいな、逆なんだ、お前がおまけみたいな感じなんだ。おもちゃをおまけにつけましょうみたいな、こいつ口説き落とし持ってんだ、マカラカか、オベロンな、マカラカ覚えて素材にすべきか、魔力に弱いんだ、あ、何とくっつけんだったら、モスマンとかかな、モスマン確か出てくんだよな、ブローカーのやつで結構強かった気がする、あれ全属性持ちだよな、これあれイサムの時出した記憶あるもんな、モスマンね、マザハロット戦は大活躍だったんで、ね、いつも行かないこっちから行きますか、いつもアルシエル、スカディ、アルビオンだったかな、アルビオンだよな、ここ。いや、赤い神殿って書いてある。うん。一応この残酷な女神。うん。お気をつけてください。はい。アルビオン、アルシエル、スカディで行くか、アルシエル好きなんですよね、
メガテン4だとあの属性が超極端だったからマジで好きだった。物理全然効かないのにあの魔法全部弱点ってすっげえ面白かったなあれな。あ違うな、物理弱点で魔法全部効かねえんだ。うん、面白いなーって思う。そういうのもあるのか。メガテンの方面白かったっすね。クリ率高いよな。デスバウンド強いよな。でもこれちょっと死亡遊戯もね強いっていうお話を聞いたんですよ。ジボの晩さんは威力は半端ないんだけど、あのあれなんですよね、そう体力の減少、コストもかなりかかるんで、まあ、味すっかなって感じですね。250だもん、252発だからな。そらな、レベル60オーバーじゃねえと覚えねえわ。どうだろう、これだっけ。そうジャベレイ、ジャベレイまだか、ジャベリンレインどうしよっかな。俺デスバウンド超好きだからな、デス感を早く覚えてほしいんですけど、うんってな感じなんですけどね。間違えた、出たわね。108、すごいな、オンポットの倍いけるんだ。まあ数値が如実に現れる。まあそれでいい。黒いシーンで、あ、真ん中なんだ。俺いつもじゃあ左、右、真ん中で行ってたの。すげえ意外。アルビオン真ん中なんだ。あ、いけねえんだ。ダリダリダリ。まあ、優しかった。ゴグマゴグダリーなぁ。クイーン出すか、弱点だし、マハラギだけど強えな。クグレスとかやられたらダリーん、いいよ。大体許しちゃう。18万だもんな、もうな。これでもバラマキライン怖えな。そっか、そういう感じなんだ。あ、レギオン。デトロが貼られた時に凍結で固まってる。あれって通るんだっけ。だるいけど、だるいな。こっちもなかなかバカにならない。どっかってある、一応通るな、安いけどしゃあない、通んなかった、残念。もう一回、あ、やべ、あ、どっか弱点なんか、やべ、打てねえな、技が打てねえ、しょうねえな、そっかじゃでもやっとく。
ビオンもなかなか。ちょっと2体いった。うお強えぞ今日。あやべ、大僧侶にすべきだったな。もうちょいだった。うせうせ、あ見たもん。ていうか今のはちょっと悪手だった。回してアタックしてから砲撃だった。アハムドーン怖えー。で大僧侶だな、出すんだったら。あとケツ、ケツは呪殺に強いんだ。物理氷結か。大僧侶だったね。この半言真珠のおかげっすね。うーんマジで回復要員一人欲しいな、やっぱパーティーに。高まさクイーンメイブ、あと何入れてたっけ。パズス、スパルナ、ああ、明けの明星みたいな、なんだっけ、明星王侯。面白いっすね。クイーンももうちょい。高政あと7000か。でもあれ、ハヌマーンになりますね、これで。うん。ザッザッ。